ハロー YouTube 北村郁夫チャンネルの北村郁夫です。皆さんご機嫌いかがですか？今日も元気にお得情報をお届けしたいと思います。私この度ネットで G0 インソールとなるものを購入しました。なんだそれと思う方もいると思います。そうですよね。それでは説明したいと思います。この G0 インソールは靴の中に入れるインソールです。そうです、下敷きですね。実は先日インターネットで YouTube を見ていたらコマーシャルをやっていました。そのコマーシャルはレジェンド松本さんがやってたやつです。なんとスキップもせずに最後まで見てしまいましたよ。最後まで見たということはこれに興味があったということですよね。私本業でとっても足が痛くなるんです。硬い床に長時間の立ち仕事なんです。どのくらい痛いかって、そうです、もうかかとが取れてくるしまうくらいの痛さなんです。硬い床はとはどのくらい硬いかって、そうですね、木のフローリング、そんなレベルではありません。コンクリートくらい、まだまだです。実は鉄の上なんです。この鉄グレーチングといって穴がポコポコ開いてるやつです。そうなんです、このグレーチングの鉄の上で長時間仕事をしているわけです。そりゃ足も痛くなるわけですよね。でも足が痛いからといって放っておいているだけではありません。靴の中にはちゃんとインソールを入れてます。それも結構いいやつ。それでも足が痛いんですよ。足が痛いし非常に疲れます。家に帰ってきて足をリラックスさせるともう足がないのではないかと思うくらいの感覚になります。帰って休むとものすごく疲れが出てくるんですよね。そんな時にこのインソールのコマーシャルを見たわけです。レジェンド松本さんの説明がとても上手で、ぜひ購入しようと決断してネットで買ったわけです。税込み1980円ですね。送料込みで2510円でした。後で知ったんですけどイオンでも売ってました。税抜きで1800円なので値段は同じですね。ただ送料がかかりません、イオンの場合はですね。それでは本題に入ります。レジェンド松本さんはこの G0 インソールを使っていろいろ実験していましたね。その中で卵を使った実験がありました。その実験が本当なのか、今日は自分で実際にやってみたいと思います。それでは実験を開始します。椅子の上に、G0 インソールを置きました。で、卵がありますね。で、高さを、50センチ上から、卵を落としてみたいと思います。このちょうど椅子の高さがだいたいあのハイバックの後ろのあの背もたれのところですね。あれがだいたい50センチぐらいです。その辺から落としてみたいと思います。ですね、ちょっとなんか心配なんで、これ G0 インソールをこれ2枚重ねにしてあります。それからこのラップをちょっと割れちゃうと困るんでラップ敷きました。でこの卵ですね。この卵、こいつ4月6日、なんて4月20年4月6日賞味期限
これをやります。さあ、さあ行きますよ。見ててくださいね。割れちゃったらどうなりますかね。では行きます。このかかとの部分を狙っていきます。高さはだいたいこのハイバックのこのぐらいだから50センチですね。行きます。大丈夫でした。割れませんね、これ。あれ、本当だ。もう一タグいくか。じゃ今度は60センチでやってみるかな。だいたい60センチでいくと、でね、よし、この辺からいくか。だいたい60からいきます。おお、割れてません。素晴らしい。これね、2枚敷いてあるんですよ。こ、あのね、コマーシャルだとね、このね、パイプ椅子使ってたんですけど、パイプ椅子の上にこのやつを敷いて卵を落としたんですね。あとね、ちょっと分からないんですけど、これまあそんな感じかな。これヒビじゃないの、これだ。よし、これで実験を終了します。ありがとうございます。GoPro ビデオストップ。それでは実験を開始します。椅子の上に G0 インソールを置きました。ちょっと割れちゃうと困るので、G0 インソールの上にラップを敷きました。そこに卵が乗ってますけど、この椅子はちょうどこの背もたれがだいたい高さが50センチですね。50センチのところからちょっと、落として、で割れるかどうかを確認したいと思います。今こんな状態になってます。でここの上に落とすっていうことですね。これをやってみます。ね、割れちゃうとこもあるんでラップ敷いてありますね。それではやってみます。いいよ、いしょ。それでは落とします。今だいたい50センチですね。いきます。おっとっとっと、あ、割れてませんね。おー、危ねえ。じゃあもうちょっと高く60センチぐらい、これよからちょっと10センチ高いぐらいのとこから落とします。ではいきます。おわ、実際割れてなかったんですけど、下に落ちて割れてしまいました。こんな状態です。いえ、バカ、参ったな、こりゃ。これ掃除めんどくせえ。でも割れなかったですね。さすが G0 インソール。レジェンド松本さんが言ってたのは間違いなかったです。GoPro ビデオストップ。これで G0 インソールの卵を使った実験は終了です。皆さんいかがでしたか。確かに卵はありませんでしたね。本当はもう一つの卵実験がありましたが、恐ろしくてできませんでした。レジェンド松本さんはこの卵の上から座ります。そして足を上げるのです。それでも卵は割れませんでした。不思議ですね。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は登録お願いします。いいねもポチッとよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あ、そうそう、この G0 インソールを実際使った感想を後でコメント欄にコメントを入れておきます。また後で確認しておいてくださいね。さようなら。